はい、皆さんこんにちは。サガキャスしてもらいます。9月の4日日曜日の2時半を回りました。まったりとした午後を過ごしておりまして、さっきちょっと眠たくなって、これ やったら寝ようとかと思って、その作業を終えたところで、あれ眠たくないやんと思って、眠たくなってね、コテンと寝るのが一番いいですね。で待ってるんですけども、今日どうでしょうね、もしかしてちょっと眠たいと思いながらずっと過ごすのかもわかりません。さて、愉快なお隣さんでございまして、相変わらずですね、ユン・ソンニョルさんのですね、支持率が低迷してます。昨日もですね、20% 台っていうのが出てました。ユン・ソンニョルさん、特に失勢はしていませんと言うて、まだね4ヶ月なんですよ。大統領に就任してから4ヶ月で、特に何かしたわけではない、何かをやらかしたわけでもないし、成し遂げたわけでもないしというところですね。外交ではバイデンさんが5月に訪韓をして、ユン・ソンニョルさんと話したんですけども、さしたる成果なしというところですね。で、内政でも特にないですね。その後6月ですか、マドリードに行ってですね、バイデンさんにスルーされたと、これが効いてるっちゃ効いてるんでしょうけどね。で、日本との懸案ですね、対戦中の労働者問題ですけども、これも解決しようしようという意思はなんとなく伝わってくるんですけど、なんか具体的な動きは何もない、まあ動けないんでしょうけども、その間じわじわじわとですね、大統領府というところのですね、家宅捜査を行ったり、逮捕状を請求したりとかしてるんですけども、その旧政権ですね、文在寅政権に対する刑事責任の追及というのもですね、まあなんか今一つですね、歯切れが悪いですね。で、大統領選挙を争ったイ・ジェミョンさんの周辺にもですね、捜査は及んでるんですけども、及んでるような記事はあるんですけども、国会議員というのは不逮捕特権ってありますから、なかなか難しい問題ではあるんですけども、まあもうそこも今一つ進んでるような感じはしない。まだ人事はね、一生懸命行ってて、大統領専任ポストって3000から4000あると言われてます。つまりその人たちを大統領がお前やれって決められるんですね。お前を首にして新しい独立性がある。そんなんね、5人や10人やったら、はいこいつとこいつとこいつできるかもわからないけど、3000人とか4000人とかだと無理でしょ、そら。で、しかもこのユン・ソンニョルさんっていう方は29歳ぐらいで司法試験に受かって、今60歳ぐらいですけど、ずっと検事をやってきたわけですね。で、ある時ムン・ジェインさんが大統領になって、そのムン・ジェインさんによってですね、検事総長に据えられた時にですね、ムン・ジェインさんの手先になって、旧というか保守派の人たちを追及した過去さえあるわけですね。だからですね、国民の力がこの人を大統領候補にするについては、党内でかなりギクシャクしたわけです。つまり保守党は国民の力の党内での政治基盤というものがですね、かなり危ういというか、まあ担がれた神輿みたいなところがあってですね、ブレーンがいない感じがします。で、しかもこの4ヶ月間の実績を見ているとですね、まあかなり素人ですね。外交も経済もほぼ素人かなという気がいたします。そんな素人、政治家素人のユン・ソンニョルさんの前には問題が山積をしております。前任者ムン・ジェインさんがもうぐちゃぐちゃにしてます。お隣さんの内政、外交、経済ともにぐちゃぐちゃにしてるんで、何一つですね、この打開策を見出していないというのが現状ですね。で、多分ね、このままね、よた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 してるうちに、何か大きなミス、あるいはミスではなくってもですね、政権に対する悪い材料がドカーンと出てきてですね、それこそパククネさんの政権末期にあったようなろうそくでも、みたいな反政府運動につながる可能性は強いと思います。先月15日ですね、幸福節の際に、
ムンジェインをなんとかせー、あいつを逮捕せーみたいなですねデモがですね10万人規模で行われたというふうに先日伝える記事を読みました。ほうほうほうと思うんですけど、あの保守派というのはね、どっちかというとそういう街頭デモはですねやるんですけども、 それが得意ではないんですね。どっちかというとですね、左派の方がですね街頭デモは大得意です。もうそれがあの力の源泉みたいなところがあります。で彼らは健在です。いわゆるムン・ジェイン派ですね、あのこの前まで大統領だったムン・ジェインさんはそういう方面にかけては長けてるわけですね。ムン・ジェインさんの所属する市民グループ等はですね街頭デモについては長けててですね、まああれですよ、あのなんと言いますか、あのパク・クネさんを追い落とした実績があるわけです。パク・クネさんを追い落とすもう嵐のようなあのろうそくデモがですねソウル中に連日沸き起こりましてですね、あのパク・クネさんがね、何度も言いますけどそんなに悪いことしたわけではないんですよ。あ、しょうもないおばはんですよ。秋で胃がんじるな、胃がんじるばっかりやってるしょうもないおばはんで、まあまあ何の実績もないっちゃ何の実績もないですよ。でもそこまで悪いことしたかと、任期1年残して弾劾で降ろされてですね牢屋にの何でしょう4年間ぐらいは入ってたわけですね。その間体を悪くして今はもうヨタヨタの状態なんですね。この前やっと人前で記者会見したっていうぐらいの状態で、いやそんな悪いことはしないですよ。あの人無能ですけどね、全くの無能な人で大統領になるべきような方ではなかったんです。もうひたすら胃がんじるやってました日本に対して。あ、要は悪口を言うてもあるってことですね。それだけの人なんですけど、起訴された内容、有罪になった内容を見てみるとほんっていう感じ、要は何でもよかったわけですよ。あのお隣さんってそういう力があって、新しく大統領だった人は何でもできるんですよ。あの前政権の気に入らんやつ全部こうと捕まえて、あのどんどんですねプリズンに送り込むことができるわけです。だからとっととやりゃええのにと思うんですね。あのユン・ソンニョルさん、ユン・ソンニョルさんね、これ黙ってね、あと5年間過ごしてね、で次左派政権ができようもんならユン・ソンニョルさん間違いなくぶち込まれますよ。いや、その何をどういう容疑かどうか知りませんけども、何をやっててもやってなくてもあの国というのはそういう国なんですよ。反対派が大統領になったらこっちはぶち込まれるという運命にあるわけです。であればね、とっととやったらいいのにと思うんですね。ムン・ジェインさん、あのムン・ジェインさんは間違いなく容疑はありますね。私は日本語の記事しか読んでませんけど、あ、こいつは多分これとこれですってやってるやんって、やってるんですよ。そのいろんな記事なり報道なりですね、本読んだりするとやってるやってるやってるって感じで、あのもう自分たちの左派政権があと20年ぐらい続くつもりでいた感じですね。もうやりたい放題やってるんですよ。でご本人がね、財産を築くような悪いことはなさっていませんね、ムン・ジェインさん。私が知る限りはせこいことはしてますけど、でもそんなどう言いましょうかね、子供3代まで金持ちでいられるような資産を築くとかそういうことは一切やってない。だからただちょろちょろとですね、なんと言いますかね、それやったらあかんやろというようなことはなさってる方ですね、ムン・ジェインさんは。だから当然ですね、プリズンの方へですね向かう、こう線路に乗っていいと思うんですけど、ちょっと動きは鈍いですね。でこれユン・ソンニョルさんが黙ってねいるうちに何か悪い材料が出てきたらですね、これやられます。反対にこのろうそくデモとかやられますよ。で今もデモ規制ないですからね、お隣さん。なんでちょっとなんていうかな、あれしている間に足すくわれるんちゃうかなと。まあ別にどっちでもいいんですけど、私にとってはねどっちでもいいんですけど、でもなんか動いた方が面白いでしょ。ムン・ジェイン逮捕されたんとかで面白いやん、見たいわそういう光景ムン・ジェインこそね、こうさ、過去の歴代お隣さん大統領の中で一番最低かもわかりませんよ、はっきり言うて。こんないい加減なことばっかしやってて、ぐちゃぐちゃにしたやつはおらへんのちゃうのかなと。でしかも北のエージェントみたいなものですね、この人、秘密党員とかって言われてますから。では過去最悪の大統領ちゃうのかなと。日本で言えば菅直人ですね
まあそういうふうに私は見てますけどねという話でした。あ、特に貼るページはございません。あ、ムンジェインさんいつ逮捕されるんだろう、年内かな、年内逮捕されるのかなと、年内に逮捕されへんかと、ちょっとこれはあですね、ユン・ソンニョルさん政権基盤が危うくなるんちゃうかと、まあそういうお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。